この談話。どうも、ただいま。どうもどうも。ウレットベのラブ花火決まった。あらす。やっとなよ。あらす。長かったね。ああ、あっちゃよ。お給が長すぎだよ、お前よ。一ヶ月はよ。ああ、あっちゃよ、あんたよ。なあ。年末ぐらいまでにしといてくれっつんだよ。お勤めご苦労様。うん。牢屋にぶち込まれてたからな。そういや今日は七草粥だったな。俺午前中に食ったで。セリ、ナズナ、五経、箱べら、仏の座、あとなんだっけ、あと二つ、あと二つ出てこねえや、うん、まあいいや、うん、朝に食った、かゆは朝だなと思った、鈴な鈴代か、そっか、そうだな。何日ぶり、1ヶ月ぶりですよ、はい、おっと、ヒデピー、なーに、ファント来ちゃった、これ。あ、ファンタスティックヒデピー、決まったあら、連続ファンタマの決まったあざーす。ありがとうございます。どうもどうも、お年玉ありがとうございます。でもさ、なんかあれだね、年始、ね、年末じゃなくて、まあ年末っていうか年明け、そんなにあれだよね。申し訳ありません。うるせえなこいつ、寝てるんだよ。年明けさ大したニュースねえよな。大した話がない。うん。うん。なが、おうのこさ、ジェイス、ゴーンが逃げたなと。それがあったぐらいで、年末にな、トンズラになったからな。いや俺もやしょ、餅食いすぎちゃって、やっぱ若干太ってる。うん。
外飲みとか最近してます？うん。この間ちょこっとまた飲みに出かけたけど。でも別段うどんには作ってくったよ。うん。けんちん汁を作って、まずそれを鍋にけんちんを作って、そこにセリ入れて、でセリ半分取っといたんだよ。あ、このセリは七草で使えんなと思って、あれにグラスに水さして入れといたね。ほんで餅は別で茹でて、ほんでそのけんちん汁をに入れて食った。丸餅1日で11個食ったよ。443だよ。マジで行ったわ。いや、俺もさ、なんかさ、俺数間違えてるかなと思ったんだけど、あれよ、その丸餅の後ろのさ、袋見たらさ、あれってグラムで切ってんな。個数じゃねえのよ。だから、数は12になる時も、11になる時もなんかあんじゃねえの。うん。と思うよ。だって443だったもん。最後俺どっか落っことしてねえかなと思ったもん。なんか数はこんな端数出るわけねえなと思ったからさ。鶏肉は入れなかったよ、俺は。うん。で、今日セリ全部使っちゃったけどね。うん。おっと、アラビアレッドです。フレットベのナムル決まった。ありゃす、すげえひげ白髪になったな。おお、サトルちゃんありがとう。フレットベのナムル決まった。ありゃす。ありがとうございます。今年はね、ひげはね、剃らないでちょっとボーボーに伸ばしてみようかなと思って、仙人みたいに。バリバリ今もう剃らねえぞって思って、下は意外と大丈夫なんだよ。不思議と。だって腕毛も黒いもん。腕毛とかに白は入ってねえもん。俺はほら基本的にすね毛とかは生えない人だから。はい、ただいま。
なんか違うんだろうな。こっから上と、こっから下って。いつぶりですか、バンになったのは。1月の、1月じゃない、12月の7日だから。そっからかな。だって運営がその日まではバンって言ってんだから、その日の何時に解除って言ってんだから、俺その日まではじーっと息を潜めてさ、いただけよ。ほんでこっから花火バンバン上がってくんないと、俺は多分今月でパンクするから。マジで。やべえから。おい、ラーメン太郎さん。ラーメン太郎さん、ニューイヤーありがとうです。あ、悪いんだけど、キャスで吠えまくってたじゃん。関係ないんだ。ああ、そういうことじゃないの。一生バンになっとけ、需要ねえし、お前の過疎配信なんか。そうっすか？えっせえね。昼間から700人じゃ過疎っすよね。反省ですわ。さっせん。1ヶ月ぶりに帰ってきて、700じゃ情けないっすね。大吉来ちゃったよ。大吉ありがとう。まあ、決まった。あらっさ。俺1ヶ月前2回目ぐらい食らってんじゃね。シャムさん、それ、おっと、ニューイヤーバードありがとう。ニューイヤーバードナムル、特命係長、あらー。それね、みんなに聞かれるんだけど、シャムさん、もう悪いけど、今から配信者になろうと思っても、多くは望めないよ。マジで。100いったら儲けもんぐらいだと思ってた方がいいよ。30人いったら儲けもんぐらいで。わかる？なんでかっていうと、もう見てるリスナーの数と配信やってる人の数のバランスが崩れてきてるから。昔は配信者の数に比べてリスナーの数が圧倒的に多かったから。30人むずいよな、マジで。いや、そう、たまにだから、そのあれなんだよ、サプライズあんだよ。杉田、それわかる、俺も。ヒット差が出るんだよ。それはわかる。あ、だけど普通には出ないと思ってた方がいいよ。俺らの子らほら、やってるやつが少ねえから。見るチャンネルが、少なかったから。どっかし